Hey guys! 英会話スクール、イングリッシュパートナーズのあきらです。I'll have a glass of white wine please. 意味は白ワインをグラスでお願いします。すいません。白ワインをグラスでお願いします。Excuse me. I'll have a glass of white wine please. となります。海外のレストランやバーで注文の際に便利なフレーズです。Glass o f 〇〇はコップ一杯の〇〇という意味になりますので、ワインではなくても、えー、何か注文したい飲み物を当てはめて質問することができます。 えー、グラスではなくてボトルで注文したいときには、ボロー of 〇〇〇のボトルを使ってぜひ質問してみてください。I'll have a glass of white wine, please. 意味は白ワインをグラスでお願いします。海外でぜひ使ってみてください。